白黒。我々の担当エリア、ここから。味方が安全に通れる。トンネルのゴミを渡す。私は何もしない。今、地下鉄の。うわ、みんな頑張って。私は本当に何もできないので。本当に皆さん、私ツッコミ癖あるから。今、6人プレイなので敵の数も結構多いです。比例するんですね。はい。そうですね。私もリロードしよう。行ってください。私はダメなんで。激しいわね。やられないようにね。はい。視界を確保できないものは明かりをつけて移動よ。暗いところだと G キーを押すと。 G。はい。リロード。弾薬装填中。リロードする。シャーだ。それまずい。敵も手榴弾は何か使っているんで。はい。動こう。うわ、なんだこりゃ。うわ。敵も障害物に動いてる。どこから湧いてくるの？どこから湧いてくるの？通り過ぎてった。通り過ぎてった。あの敵がですね、味方を狙ってるときは自分は安全なんで、はい、後ろから倒す。大丈夫ですかこの人？倒れてるのが好きです。はい。今私が死ぬ。何楽しい。みんなといると楽しい。ワニなんだかわかんないんですよ。ワニですか？ワニっぽいんですけどね。何って。あ、今あの味方が何か装置を置いてくれてましたけど、はい、あれは他の人のスキルで回復する装置。あ、そうなんですね。うわ、いるよ、みんな、こっから出てきてるよ。そこから実は出てくるんですよ、さん。やばい、落ちた。やばいですね。はい、ここ出てきます。みんなこっちだよ。助けて。死んじゃうよ。丸見えだぜ。もう人と一緒にプレスってあんまりこうはぐれない。だいたい FPS、はい、FPS ではぐれると終わった。そうですね。うわ、犬？ワニ？犬？ワニ？ワニ？やだ。わかんないんですよね。うわ、ちょっと、それはまずい。え、なんか飛んできた。誰？めっちゃ飛んできましたね。え、なに？誰？やだ。これセルパっていう敵なんですけど、卑怯敵ですか？え、狙われてる？狙われてます。そういう意見に言えます。すごいたげられてましたね、今。はい、敵が狙ってる時には仲間と一緒にプレイしてるんで、他の人に倒してもらうのがいいので、はい、自分は逃げます。わかりました。よし、この先をクリアすれば任務完了よ。さっさと帰還しましょう。いや、本当ですよ。全員いる感じです。一人に来ちゃったかもしれない。そう。
これここのボスです。うわ、岩を撃破したり、火を吐いたり、攻撃もします。雑魚敵も出ます。あと、広いので、味方が倒れているときに気づかないってことは、とても強いです。どんどん死んでいく、はい、全員死にましたね。全員死んだりする、はい、結構きついんですよ。